こんにちは、さくめです。本日はですね、本日はですねってなんか赤ちゃんみたいになっちゃった。はい、今回はチャレンジライブやっていきたいんですけど、いや前回がね、前々回かやりまして、エナナンがね上がらなかったんですよ。43から44に。なんで今回ね、もう確実に上がるであろう、あと52ポイント、もう52ポイントだからね。前回406ポイントぐらいだったんで、今回52ポイントなんで、もう全部ミスでも、全部俺がバットとかミスでも多分上がると思うんですよ。いやそれ単純にクリアできないから意味ないじゃん。まあひとまずですね、今回、前回何やったっけな、あ、ひとりんぼ塩ビやったのか。なんで今回ちょっとね違う曲やろうかなと思いまして、じゃあひとりんぼ塩ビでやっていきたいと思います。まあとりあえずね、もうほんと53なんで、ここカットでやっていきましょう。さあ終わりました。とりあえずね、ラビブクリアということで、いやー毎回恒例のね、リザルト画面、あ、来たー来たー、いやマジでやべ、いやー最高、エナラン最高です。いやーマジで、あ、待って、後ろ見て、407ポイントだから、前回406ポイントだったから1ポイントちょっと増えてんのよ。1ポイント増えてる、なんで。よかった、今回44になりました皆さん。あ、クリスタルありがとう。エナタもうニックネームなので変わってしまうって、エナタンからもらいましたね。あ、ありがとう。あ、ランクバレちゃったで、エナナンの、あ、待ってグレート見ないでガチでね、前回3だったのに今回8になってんの、ちょっと見ないでこれマジで。いやー終わりましたね。ハイスコアはギリギリ足んなかったって感じかな。いやーでもさ嬉しいねやっぱり。いやー次回結構ね時間かかると思うんですよこれ、8400もあるから。ランク上がったのはさ嬉しいんだけどさ、ステージ44ってさなんか死の数字みたいでちょっと喜びづらいの、なんなんこれ。